猛烈社員から社長へ家族も知らない努力の日々どうも毎度お騒がせしております本を読んだら最高の景色福沢です今回の動画のタイトルはせーの高度成長期平社員から社長へ北海道日立家電の再建に捧げた元猛烈社員の働きっぷりですそして参考にさせていただいた書籍がこちらの大川治先生が書かれた私の思い出日誌です突然ですが皆さん猛烈社員という言葉をご存知ですか 企業選手とも呼われますが1970年代から90年代にかけて会社に人生を捧げるほど猛烈に仕事に打ち込むサラリーマンを指した言葉です日本の経済成長を支える象徴としてクローズアップされたんですねそんなかつての猛烈社員も2022年現在は70代80代になられ当時の働きっぷりは半ば伝説として語り継がれています視聴者の皆さんのご両親あるいはおじい様などもかつては猛烈社員としてバリバリ業績を上げられていたかもしれません 今回ご紹介すする本望そののうち一つです日立家電に入社して高度成長期を駆け抜け入社38年目で社長に就任した大川治先生のお話ですこの動画を見ていただけると当時経営不振だった日立家電はいかに立て直されていったのか大川先生の歩みとともに知っていただけますよぜひ最後までお付き合いくださいまずは著者の方から見ていきましょう著者の大川先生は1961年に日立家庭電機株式会社に入社し北海道内の営業所を担当されました 高度成を真っただ中の日本で一家6人を支えながら精力的に働かれ主任から課長部長へと昇進されますそして1999年北海道日立家電株式会社の代表取締役社長に就任されました本書はそんな大川先生の幼年期から定年を迎えるまでの反省がまとめられた一冊なのですが今回は部長に就任されてから社長になられるまでのエピソードを中心にご紹介します部長からどうやって社長になるかとても興味がありますね それでは本編に参りましょう1992年3月大川先生は株式会社日田市家電北海道支社の取締役商品統括部長に任命されました当時の北海道支社の状況は毎月苦戦続きで赤字分を本社から埋めてもらい経営幹部の意識も決して高いとは言えなかったそうですそんな中での大川先生の抜擢は北海道支社の命運を分ける人事でした就任後すぐに大川先生は次々と改革されていくのですがそのスローガンが本で紹介されています改改善よりも改革を 改革のための変身を体制を中央集権にの3項目のスローガンを掲げてスタートを切ったのである1つ目の「改善より改革を」という言葉からは「生半可の努力ではダメなんだ大胆な変化が必要なんだ」という気合が伝わってきますそして改革の一丁目一番地として行われたのが預かり売上げの廃止でした預かり売上げとは売上げは計上するものの商品は出荷しないで自社倉庫で預かることでその後顧客の出荷依頼によって出荷を行います 当時の北海道内の営業所では月の目標を達成するために預かり売上を過剰に立てていたそうですそのため大川先生はここにメスを入れたわけですが当然死者から大反発にあったそうです本にはこう記されています吉橋の判断は取引先から承認をもらっただの入金の約束をしているだの商品の物量確保のためだのこれをやらないと予算未達になるだのヘリクスばかりで1ヶ月も紛糾した営業所にとっては一番痛いところを好かれたのでしょう ででも痛みのある施策こそ改革には必要ですよね大川先生は会社のためそして社員のためを思って預かり予算の撤廃に踏み切り改革を進めていかれたのです。予算のの達成がどうのとかか言い訳はは無用預かり売上は一切切撤廃に踏み切ったと同時に営業会議や業績報告のフォームを全社統一し数値管理は商品部長と部署の責任者が共有した今考えると当然のことばかりなのだが当時は支店長を先頭に猛反発社長に直訴する幹部までいて社内は騒然としていた。 そして大川先生がもう一つ肝入りの施策として取り組まれたのが意識改革を促すメッセージを全社員に向けて発信することでしたその名もスストトレートファックスです。大川先生は週に2回仕事への向き合い方や会社のビジョンなどを執筆され全社員に向けてファックスで発信されたのです現在はメールやチャットですぐに情報共有できますしビデオ通話で直接コミュニケーションが取れますが今から30年前はまだファックスの時代ですトップのメッセージを社員全員に伝えていくのは大変なことでした 当時のことをこう記されていますとにかく難問三席のスタートであったから社内で一人でも多くの理解者協力者を作りたかったそれと当社の市場内での競争関係当面の課題計画などを幹部全員に徹底したかったのである実質ナンバーツーの立場でありながら自ら手を動かすことで改革の熱意を伝え続けられたのですね本には第1号から最終の第763号まで50号区切りでタイトルが掲載されています一部ご紹介しますね第1号 ファックス送還号心意気第50号たらればデモ人間について第200号「使命感に燃えて」第450号「自分のテーマを持つ」第763号「ファックス最終号」「心を燃やして」普通の会社だと幹部の思いは一社員に伝わりづらいものですが週に2回直々にファックスが届くとなると心が動かされるものです実際初めの頃は賛否両論あったそうですが次第に応援者が集まっていったそうです本にはこう記されています 100号、200号300号と伏見の発信の都度、有志の幹部が集合しては激励と称して私自身の知った激励会を開催してくれたのです厳しさの裏には愛があることをその他の幹部も分かってくれたのでしょうどんな仕事も信頼関係の上に成り立っているのです大川先生は部長時代の7年間をこうまとめられています「継続は力なり」という言葉がありますが力となるために自分自身も勉強しました 教育とは教育なんだと実感したのもこのストレートファックス発信の影響だと思うのです心を燃やし続けていればみんなもついてきてくれる感謝と感動の7年3ヶ月間でしたそして大胆な改革とストレートファックスは効果を表し大川先生はついに1999年5月北海道日たし家電グループのトップの座に就任されたのです年齢は56歳18歳で入社して38年目のことでした さててこれにて今回の動画は終了でですいかかがでしたか大川先生の歩みとともに北海道日立家電の経営再建の過去を知っていただけたかと思いますちなみにその頃大川先生は3人のお子様を育ててお母様と同居する一軒家も建てられていて本には家庭のエピソードもたくさん収録されています猛烈社員といえば家庭そっちのけという印象ですが大川先生は家庭もしっかり守られていたのですね是非皆さんもご両親またはおじい様などに若き日のお仕事の話を聞かれてみてくださいね コメント欄からお話を教えてもらえると嬉しいです。お待ちしてますね。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。みんなで最高の景色を一緒に作ろう。本を読んだら最高の景色、福沢でした。お騒がせしました。